あれ？みんな集まって何やっているの？おままごとをやっているのよ。ゆいちゃんがママで、キリトがパパで、私たちが子供役っていう。へえ、面白そうだね。私も参加していい？私が赤ん坊だから、フィリアは子供役以外になるんじゃないの？子供役以外だと、おばあちゃんとか？それは嫌だな。じゃあ、フィリアさんは、ペットの犬をやりましょう。決まった時は一番損な役だと思ったけど、もしかして一番いい役だったんじゃ。
日にチューですよ。ちょっと。チューって、そんな。ボン。パパ、どうしたんですか？子供たちが待ってますよ。チューしなくていいんだよ。あれ？そうなんですか？そうなんですか。私、知りませんでした。チューがなきゃ眠れないよ。リーズ、冗談だって。それじゃあここでおしまいですね。おままごとすごく楽しかったです。皆さんありがとうございました。こんなことでよければいつでも付き合うわよ。ですね。また遊ぼうね、ゆいちゃん。あたしも楽しかったよ。ちょっと恥ずかしかったけど、普段はできない経験で面白かった。今度はもう少し普通の役をさせてよね。今度はシリカさんがママ役なのは決まっています。はい、シリカさんがパパと夫婦をやりたいと。なんでもないですよ。なんでも。ような反応には見えないけどね。またみんなで遊ぼうね、ゆいちゃん。私、お話が。
だったから、せめて
リトさんとの思い出、ずっと忘れません。これからもいろいろとお世話になっちゃうかもしれませんけど、よろしくお願いします。希望。